確かにこれだ。よく見つけてきたな。どうやら新しい場所に踏み込んでも言いつけを守る程度には心構えもできたようだ。あれ、それじゃあ合格なのか、あの程度の場所で。何を期待してた、いや不安に思ってたか。今日の試験はお前たちが新しい場所をお前たちの判断で歩くための予行演習だ。俺たちの判断で歩く。最低限のことは教えた。あとは自分で考えながらやっていくんだ。自分で考えながら。それはそれで不安だな。そうだな、自分で考えながら行動することは今日の試験などよりずっと難しい。だが楽しくもあるはずだぞ。知らない場所を自分の足で歩いてどう感じた？ああ、楽しかった。思ったよりすぐ終わっちゃったけど、あれが私たちの冒険だったのかな。僕はやっぱり怖かったけど。私たちは今後私たちの調査を本格的に始める。お前たちもお前たちで勝手にやれ。ま、いざという時は助けてもらうつもりだがな。なあ、それとライザー。え？新しい材料で調合するってのはなかなか楽しいぞ。それが目的で冒険に出るのも大いにありだ。休んじゃおう。どうしたの？そんな大急ぎで走ったりして。ああ、ライザー、ごめん、今急いでるんだ。向こうでボスとランバーに出くわしちゃって。それで逃げてきたの？もう、タオったら少しはやり返してやんなさいよ。悔しくないの？こうして本を守って逃げてるのは僕がライザーたちと出歩いた成長の証だよ。散々駆け回ったせいで前より楽に逃げられるんだ。喧嘩はもともと得意じゃないし、僕にはそれで十分だよ。そういうもんかな。相手が魔物じゃない。ボスたちなら命の危険もない。なら逃げれば解決が僕の結論さ。変なところでずぶとくなっちゃったのね。なんせ古書を読めるようになってきたからね。余計なことに気を使ってはいられないよ。あ、そういえば一度聞いてみたかったんだけど、タオってその本で得た知識を何の役に立てたいの？役に立てる？え？考えたこともなかったな。なかったって
それじゃあ何のためにあんな必死に解読しようとしてたの？何のためにか。ライザも知ってるだろ、僕の家の本が山積みになってる書庫。あ、うん。ひいじいさんが事故で死んじゃってからあの本の山は何十年も埃をかぶってたんだ。僕は物心ついた頃からずっと知りたかった。本に記してある謎の文字と図面の意味を。山積みになっている量だけの何かがきっとそこに込められているはずだったから。そして今アンペルさんのおかげで一歩前進できた。まだ完全じゃないけどちゃんと意味があると分かった。だから知りたいんだ、あの本に書いてあること全部が。何のためにって、ただ知るためにさ。なるほどね。おい、こんなところにボスさん、ボスさん、タオがいましたよ。そんなわけで僕は余計な喧嘩はせず逃げるから、またね。これも成長なのかな。こんにちは。って、レント？もう少し優しく手当てし、いた！やかましい。おとなしくしていろ。レント、その怪我どうしたの？まさかリラさんに挑戦を？そんな命知らずな真似ができるか？だだだだだだ！いきなり傷だらけで転がり込んできた。訳を聞いても何も言わん。ボスたちじゃないよね。今さらあいつらにやられるかよ。相手は親父だよ。あ、親父。親子喧嘩にしては随分容赦がないな。骨折していてもおかしくないほどの打撃だぞ。元傭兵だからな、腕っぷしだけは強いんだ。まあ今はただのゴロつきだけどな。また殴られたんだ。いい加減村の人に相談した方がいいんじゃ。相談したところで何も変わりゃしないよ。誰も彼も煙たがって遠巻きに見てるだけさ。つまり傭兵崩れのならず者か。そういうこと。どこに行っても鼻つまみ者の乱暴者。故郷のこの島に帰っても同じで、母ちゃんも逃げちまった。レント、あんな奴の息子だからってんで俺までみんなに。何すんだよリラさん。私は愚痴に付き合うつもりはない。だよな、ごめん。だから解決策だけを言ってやる。親父よりも強くなれ。それだけで全てが変わる。そうだな。あ、そうする、絶対に。ありがとうリラさん。感謝されるほどの助言ではなかったはずだ。あとはライザ、お前が手当てしてやれ。これも訓練だ。うん、じゃあリラさんの代わりに私がやるか。レントだし傷薬あればいいでしょ。この差だよ。でも傷薬があるなら助かるな。頼んじゃってもいいか。じゃあすぐに傷薬作ってリラさんのところに持ってくるよ。待ってて。
しようかな。どこに入れよう。さあ何を入れよう。何を入れるのがいいかな。いいものできそうな予感。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。うわいい感じかも。さあ何を入れよう。これでどうだ。うまくいくかな。できた。バッチリ。なんか上達してきた気がする。これでどうだろう。傷薬を持ってきたようだな。レント、これを使え。やれやれ、助かったぜ。ありがてえ。大して強い薬でもないと思うけど、そんな大怪我でもないだろうし、なんとかなるんじゃないかな。しかし傷薬を持ってくると言ってすぐに調合をするようになるあたり、錬金術師っぽくなってきたな。そうかな。まったくだ、頼りになるぜ。そうか、それならちょっとくらい自慢しちゃってもいいかな。でもこんな話できるのはレントとタオ以外だとクラウディアくらいか。遊びに来たよ。いらっしゃいイライザ。お茶とお菓子用意してあるよ。本当？ありがとう。って今日はそれ目当てで来たんだよね。さあどうぞ召し上がれ。クラウディアンちのお茶とお菓子って本当美味しいね。そう？お茶はいい派かもしれないけど、このクッキーは私が焼いたんだよ。へえ、すごいな。私そういうの全然ダメでさ、クラウディアのこと尊敬しちゃうよ。私よりライザたちの方がずっとすごいよ。あれからもみんな頑張ってるんでしょ。まあね、レントもタオもそれぞれ理由があるからがむしゃらに突っ走ってるよ。ライザも錬金術を？うん、だんだん調合のコツが分かってきた気がしてさ、もうどっぷりハマっちゃってる。へえ。最初の時はレントとタオにも来てもらってるけど、遠出するのもすっかり慣れてきたみたい。いいなあ。ん？私もみんなと冒険に行ってみたい。そうだね。
私たちがクラウディアを守れるくらい強くなったら、クラウディアのお父さんに相談してみようか。本当？ありがとう。約束だよ、ライザ。うん、約束ね。